前回に引き続きひろやさんと一緒に映画クロスローズのロケ地巡り、それでは今回も出発。さあ次のロケ地はここ、カッツさんが全速力で走るシーンですね。この前走ってましたもん。よく見てる、すごい、すごい。3つ目のロケ地はカンタ君が全速力で走っていた場所、上野入谷口通りです。ちなみにこの通りは上野でも有名なゲーバー通りなんだよ。結構しんどくて、もう今でもなんかトラウマが蘇ってくるような。あれは何、1回ででも取れたの？2回ですね。2回目どんくらい、結構走る、100メートルくらい走る。ここからもう、あっちまで、奥まで、カンタ止まるな、止まるな、走れ、頑張れ。結構危なかったよね。危なかった、人とぶつかりそうになって。どうでしたか、僕のあのシーン、第1話目。僕はもう、率直に言っちゃうと、はい、気づいていただけてよかったっていうか。あ、そう。はい、次のロケ地は修羅場なんですけど、上野は飲みに行ったことありますか？あります。あ、そうなんですか。あります。ひろやさん結構お酒飲まれるんですか？大好きです。あ、すごい強そうですよね、なんかお酒。いや、飲んだら飲んだだけ結果出すので。イエガーをね、大好物はイエガーですもん。初リアルでイエガーって飲むのか。さあ、ということでビルに着きました。上野シャトービルは1階から4階まで全てゲーバーが入った、まさに上野の聖地。カンタ君のお店もありますよ。カンタ君とコウスケ君のシーンで使われたアシュラバーですね。舞台ですね。そうですね、はい。なんですけど、ここでカンタさんがちょっと次の仕事があるみたいで。そうなんです。そうなんです。申し訳ないです。ぜひ広谷さんも上野にたくさん飲みに来てくださいね。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。頑張ってね。ありがとうございます。お疲れ様でした。またね。アシュラバーに行きました。入っていきたいと思います。はい、あー、さあ、わー、すごい、すごいっすね。あららららららら、ちょっと消毒だけお願いします。さすがアシュラバーのママの、ケンイチママ、はい、ランコママ、ランコさんだ。新宿店の専属のママです。ひばりくんです。おー、ひばりくん、元気？元気です。四つ目のロケ地はコウスケくんとカンタくんがお酒を飲んでいたお店、アシュラバー上野店です。結構僕好きだったのは、あの働いてた店員さんと隣の、もう隣のね、にゃーにゃーにゃー。あれは実はアシュラバーの本当のスタッフさんなんです。なんと有名な。え、何で有名なんですか？ツイッター見たの。すごいですよ、ヒラさん。どっかの市町村の人口ぐらい。確かに。今日本当はランコさんに最初誘ったら、予定があったから来れないと断られたんだけど、その後ヒルヤさんに送ったら、調整してます。すごいよ。ちょっと違うの、違うの。この画像を見たら、ちょっと1回ぐらい会ってもいいかも。ほら、そうしよう。謝りなさい。ヒルヤさんのタイプはどんな方ですか？僕ですか？聞きたい。昔は年上しか行けなかったんですよ。あと今、僕今年30になったんですが、年下も行けますし、上も行けますね。チャンスも50とかどう？50? まあまあ、もうすぐ50です。本当じゃ簡単に言うと、もうすぐ50。そうですよね、30っす。なぁ、なぁ、なぁ、どう言ったこの人。39歳の。そういう気がする。もっと若く見えます。もっと若く28くらい。いい人よね。クロスローズに出てそうな感じ。そうですよ。出たかったですね。出たかった。カンタさんとコウスケくんのお話ですね。ありそうですよね、本当に。出会い系であって、マッチングアプリであって、で、過去に会った人間と久しぶりに会って覚えてないっていうの、ありませんか？確かに。ドキッてしますよ。でもあれは結構もうなんか地雷ですよね。もう確かに。でも地雷なんですけど、でもなんちょっと時間が経ってでもその人のことがいけるっていうことは本当にいける人なんだと思います。おー、なるほど。平井さんもそういうことあったりするんですか？
僕もよく人を忘れちゃいますそうなんですか。某 DJ さんとか同じイベントに出てたのに5回目だよって言われたのに、初めましたよ。それ結構ですね。それ結構ショックですね。僕は1回どころじゃなくて2回3回だったことで、覚えれない人は覚えれないことですし、でも、あの作品3つあったじゃないですか、3つあの作品が、その中で一番キャラと全部合ってたのが3つ目だと思います。あの、ゆきやくんもすごくあの感じがもうドンピシャでぴったり、ドンピシャでしたね。もうなんか演じてんのかもう素の一緒にやったんですけど、あのままって感じそしてあれですよね、2話と3話がそして繋がるっていう。そうなんです。びっくりしましたね。最後衝撃でしたね。そうなんです。え出てるこの人みたいな。ここは、うん、第1話で使われた、ね、出会いの場だったんですけど、うんうん、どういうお客さんが主に来られるんですか？あでもあの映画と同じ感じで、うんうん、サラリーマンの方とか、年代的にも同じ30代が一番多いかな。あ、聞きたいことがある。あらちょっと、聞かんでもいい？怖い怖い怖い。失礼します。お酒が入らない。あーそう、大変大変大変。でも今、ステディーな方いらっしゃるんです。聞いていいの？そんなの聞いちゃった。あら いないです。あら、フリーランド。どれぐらいいないんですか？結構長いです。もう10年くらい。もう誰でもいいので。いやあなたも言っちゃえば。いいんですか？金田くん、うまいよ。うまいよ。いや面白かったですね。ありがとうございました。ということで、次の場所が待ってるので、うん、移動したいと思います、はい、ということで、アシュラバー上野店さんでした。ありがとうございました。お疲れ様です。またね。ありがとうございました。さあ行きますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。次回に続く。映画クロスローズは10月17日まで全世界オンライン配信中です。詳しくは概要欄にて。今この瞬間が僕で大丈夫ですか？はじめまして。いつまでも続けばいいのに。僕らの出会いはどう変化したのでしょうか？映画クロスローズ全世界配信スタート。